名手殿、終わりましてございます。そうか、ご苦労。地獄を開く鍵も残り一つとなったわけだな。御意、そしてその鍵を持つのは他ならぬ名手殿。この大陸の覇権は今や名手殿の手に握られたのでございます。これでいよいよジークも動き出さざるを得ないな。待て、メサラ。おお、これは白陽騎士団の面々か。よくここまで来たな。メサーラ、あなた、ダークファルスの封印を解いたの？ああ、これで魔力が復活したことになる。おのれ、なんということ。封印の解除を阻止するために来たようだが、時すでに遅し。これで我が解放軍の理想は実現にさらに一歩近づいたのだ。そうはさせない。僕たちが止める。おっと、名士殿の手を煩わせるわけにはいかないよ。私が相手をしようじゃないか。精神とは、高きには昇りがたく、低きには流れやすし、そこにつけ入る隙がある。口のわけには。何？あなたも欲しいの？いいわ、分けてあげる。ちょこっとだけね。行くよ、それ。行きます。時が来たな。全力で行く。清らかな祝福を。母姉に行こう。正義の行く末は今示された。獅子よ、あだなす敵に裁きの炎を。守ると決めたのだ。守ると決めたのだ。
か？発動の準備は整いました。何に乗ってるのか？弱者から脱落してもらう。一戦！氷の刃、その身に受けよ。私はもう迷わない。私なら飛べる。ホーリーインパクト。ありがとうございます。行くぞ。切り返せ。行くよ。僕たちの勝利だ。さすがは白妖騎士団。野に置いておくには惜しい強者たち。メッサーラ、あなたは20年前にダークファルスを封じた勇者だったはずだ。それなのになぜその封印を再び解くんだ。さっきも言っただろう、我が解放軍の理想の実現のためだ。帝国の打倒、誰もが平等な国家の建設は綺麗事だけでは成し遂げられん。それには力が必要なのだ。ダークファルスこそがその力になる。お待たせ、メッサーラ。いや、魔力がみなぎってきたよ。すがすがしい気分だね。お前はテアトル。なんてまがまがしい気。いや、白妖騎士団のみんなじゃないか。僕の魔力復活をお祝いに来てくれたのかい。お客さんがたくさんいるのは嬉しいね。